構内の養成駅構内の本線と支線の分岐東、小泉駅は、群馬県大羅郡大泉町東小泉一丁目に、ある、東武鉄道、小泉線の駅である。駅番号は、TI44。小泉線は当駅で、立林西小泉間の本線と、大田方面との支線が分岐しており、大田方面と立林、西小泉方面は当駅で乗り換えとなる。 当駅が信号所であった時期は、西小泉大田間及び西小泉立林間の両運行系統の間での乗り換え専用施設であり、信号所での乗り下車はできなかった。島式ホーム一面二線を有する地上駅である。駅舎は線路の南側に立地し、ホームとは湖線橋により連絡している。駅舎に設置された自動券売機にて、 特急両毛号の乗車券を購入することができる。ホームと駅舎の間は、ある程度の空間がある。ホームの西小泉方には、待合室、縦林方にはトイレがそれぞれ設置されている。通常は、駅舎反対側の2番線に、大田方面に折り返す列車が発着し、1番線は、縦林西小泉間の列車が発着する。全列車について、 乗り換えに最初階段の上り下りの必要がない。大田方面の列車は、ほとんどが気流線へ直通するが、案内サインではあまり強調されていない。大部分の列車は、まず2番線に大田方面行きを止めておき、1番線に西小泉行きが入って接続する。先に西小泉行きが発車し、2トルほど先の終点西小泉で数分停車し折り返し、 立てばやし行きとなって、当駅に戻ってくる。再び、大田方面との接続をとって、両列車とも発車する。このようにして、各方面との接続の利便性を確保している。二番線では運転士に出発信号機が開通したことを知らせるメロディとして、乙女の祈りが流れる。列車発車後も、 信号の源氏が赤に変わるまで流れる。ホーム上には自列車の行き先のみを表示する発車表が設置されており、主に気流線直通の赤毛港が発着する二番線側には、大田へ向かうことを強調するために、大田方面の張り紙が貼られている。2020年度の1日平均乗降人員は1131人である。近年の1日平均乗降人員の推移は、 下表の通りである。駅前の陽性記者横に公衆電話があり、駅前広場にはロータリーがある。住宅は南側に多い。駅の敷地のすぐ横には線路に沿った形で住宅が並んでいる。2017年現在、東小泉駅周辺に路線バスは乗り入れていない。2005年から2016年までは、大泉町の町内循環バス爽やかが、 東高泉駅は指定に乗り入れていた。ありがとうございます。